手取川の妖魔軍を打ち破ったことで投石者は確保された。これで閉ざされた扉を破壊すれば甲冑を救えるはずである。過去を変える戦いが今始まろうとしていた。手取川から投石者が向かっているとの報があった。過去は変わった。今こそ甲冑殿を救い出すのだ。誇りある戦を目指す。戻ってきて。投石者は北東より運ばれてまいり、到着までは今しばらく時がかかる。もしならば今なすべきをなそう。威力のみは私もお手伝いいたします。風よ、我が武田騎馬隊の命死に任せ。バカが戻ってきちゃうなんて、これの覚悟が台無しだよ。やる覚悟だ。俺たちは共に生き延びるのだからな。次若たちのおかげでこっちはもう大丈夫。それよりも清盛を何とかしないと。一人で食い止めてる甲冑殿が危ないよ。投石者があれば助けられるはずだ。一人で死なせませんぞ。期待に応えねば。これで皆を救うことができる。かぐや、お前のおかげだ。私はお手伝いをさせていただき、真の過去を変えるのは皆様方にございます。承知。必ずや変えてみせよう。お見事な部分でございます。おいしゅう、君に任せ。かっこいいんだが。お見事な武勇にございます。お討ちしては
取り川よ、投石者が到着。閉ざされた門を破壊できる。いい戦ぶりだ。血の子を舐めるじゃ。わしに付き合え。期待に応えねば。風よ、門は固く閉ざされて、投石者で破壊せねばなるまで。風よ、メス粛清、死に任せ。一段と冴えておいでですな。ここで口当てろ。血の子を舐めるなよ。せいぜいあがくがいい。敵将高幸福が討ち取ったわ。お見事な武勇にございます。よし、門が開いたな。行くぞ。勢いのまま敵陣を貫く。なってるみたいだね。
なんと、うい、一体どうやって。ここに直れ。おお、助太刀に来てくれたか。耐える清盛様の姫。ここに直れ。首もらった。撃に耐える。貫くのに。やるな。血の子を舐めるなよ。これ以上戦わせては術が解ける。戻れ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 。お見事な武勇にございます。助けるつもりが助けられておっては世話ないがい。じゃが助かった。これからはわしも共に戦おうぞ。おお、この